のなんかこう撮る瞬間と、例えば虹みたいな風景を撮る時って違うのかなとか、すごいそれはね、前からなんか一度川内さんに機会があって伺いたいなって。川内恵子さん、こんにちは。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は川内さんのお話を伺えるのを本当に楽しみにしてまいりました。ありがとうございます。ご一緒いただいてありがとうございます。はい、今私たちがいますのはこの2121デザインサイトギャラリー3なんですけれども、はい、カルティア現代美術祭壇の主催で、横尾忠則 The Artist 展開催中です。でこちらは、カルティア現代美術祭壇と関わりの深いアーティストの皆さんの肖像画を横尾さんがお書きになっていらして139作品まとまった数を日本でご紹介する初めての展覧会です。で2121デザインサイトは大変光栄なことに、特別協力としてご一緒させていただいています。でこのアーティストの皆さんの中に川内さんお一人として川内さんの肖像も含まれているんですけれども、非常に興味深く拝見したのがお隣がJD オカイ・オジエケレさん、うん、ナイジェリアに、ね、1930年生まれで、2014年に他界なさってるんですけれども、川内さんと同じ写真を表現媒体となさってる方ですよね。で国も違うで世代も違 う、 もうそのお二人が並んでいることをすごく興味深く拝見しました。でこれはカルティエ現代美術祭壇のエルベ・シャンデスさんとベアトリス・グルニエさんがその構成、会場構成もなさってるんですけど、まずじゃあそのご自身のポートレートがここに含まれているということと、まあ、横尾さんがお書きになったご自身のポートレートをどういうふうにご覧になったのか、そこからお話しいただけますか。はい、いや本当にすごく光栄なことにこの中に自分のポートレートが含まれているっていうのは本当にいやありがたいことだなと思いながら見せていただいてたんですけど、一度30周年カルティの30周年記念パーティーの時に展示されていたのをちょっと拝見してたんですが、さらに数も増えて思った以上にすごくバラエティに富んだ描き方だなっていうのを改めて思ってすごく驚いたところです。ご本人のポートレートはどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか。いや黄色なんだなって最初に思ったのが背景が黄色で目の色も黄色だったんで、うん、黄色っていうイメージが自分の中でも自分自身に持っていなかったのを横さんが何かを感じ取っていただいたのかなっていうのがすごくフレッシュな感じで見せていただきました。川内さんもねその写真で、はい、人物という被写体も捉えていらっしゃるので、はい、やっぱりこうご自身が描かれるってことはすごくそこを関心がおありなんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり普段はねあんまりその自分の顔を見せるのが好きじゃないんですけど、横尾さんに描いていただくっていうのはもう全然別の意味ですごい体験ができたなっていうのことを改めて思ってます。川内さんがカルティエ現代美術祭壇で個展を開かれたのが2005年ですね。はい、その時の財団の皆さんとのやり取りですとか、はい、その前にどういう経緯でその個展という形で実現に至ったのか、そのあたり振り返っていただけますか。そうですね、2003年ぐらいの時からなんか周りのいろんな人にカルティエ美術財団の館長さんのエルベさんがリンクを紹介してくれって言ってるよっていうのを結構いろんな人から聞いたんですね一人とかじゃなくて。結構それを聞いてからちょっと時間が経ってアルルの写真フェスティバルっていうのが2004年にあったんですけど、そこにエルベさんが来てくれて割とゆっくりお話をすることができたんですが、もうすぐにじゃあ展示をしようみたいな話になってですね、しかもなんかすごく日程も割と急だったんですけど直近だと2005年の3月が空いてるんだけどどうって言われてその時2004年の7月とかでもう1年切ってたんですよね。で割と美術館の展示ってもう本当に 2,3 年ぐらい前とか長いと4年ぐらい前からプロジェクトがスタートすることが割と
常なんですけども、その時はもう1年切って半年ちょっとしか準備期間がなかったので、ちょっとできるかなっていう気持ちはあったんですが、本当になかなかねそんな機会もないことなので、ぜひっていうことでお引き受けさせていただいたんですが、でその時に発表なさったのが、アイーラと、はい、キュイキュイキュイ、はい、で The Eyes, The Ears、はい、この3つのシリーズ、はい、シリーズと言っていいでしょうか。そうですね、その3つの作品を1つの空間に、うん、展示したんですね。ご覧になっていらっしゃる方もね多いかと思うんですけれども、その作品について少し振り返ってご説明をしていただけますか。そうですね、アイラっていうのはいろんな生き物の生まれるところだったりとか大自然の風景だったりとか、そういったものをたくさん集めたシリーズで、全部で160枚ぐらいの写真で一冊に構成された写真集を出版したのが2004年なんですけど、ちょうどその時期に重なってたっていうのもあって、それをまずメインに展示したいなっていうのがあったんですが、できればもう少し幅を持たせた作品を、違う作品を入れることによって一つの空間で見える世界みたいなのを自分自身が見てみたいっていうのもあって、The Eyes, Ears っていうのはすごくこう自分のもっと個人的な作品というか、すごく身近な世界観で作っているものなんですけど、それをこうカルテの空間の中に一つ小部屋を真ん中に作って、その小部屋の中にそのすごい自分の異なるようなイメージの作品を作って、その周りを囲むようにそのさまざまな生き物の精子が写っているものっていうのをこう配置して、その横の別の空間では自分の家族の13年間記録した写真を展示したんですね。それがキュイキュイっていうタイトルの作品なんですけど、それはもうスライドショーとして見せるようにして、自分の祖父の死から甥っ子が生まれるっていう一つのサイクルを見せるっていうのを別の空間を作って見せたっていう感じですね。全体としてね、身近にある生きるというか命と、はい、またそれとは対照的な、その死と言っていいんでしょうかね、はい、そういうものがこう一ところにこう、はい、集まって響き合うような、そういう会場になっていたことをちょっと振り返るんですけども。そうですね、うん、本当にそういったような空間が作れたかなと思います、うん、自分がその今ただあるっていうことを実感できるのは割と撮影の時によくあるので、なんかそれが自分が写真を選んだ理由の一つというか、やっぱり瞬間に自分があるっていうことを感じるのって日々の中では難しいじゃないですか。そういったことを撮影している時に非常にこう自分の中で実感というか感じられるところっていうのが写真の魅力だと思うんですよね。ただやっぱ普通の日常だとつい流れていっちゃうというか、うん、でも本当実は瞬間の集積だっていうことを写真が思い出させてくれるというか、なんかそれによって自分が戒められてもいて、なんだろう、リフレッシュもでき、なんかいろんな要素がすごく詰まっているんですよね。エルベさんはその出来上がった会場に対して何かコメントをおっしゃったり、今こう振り返っていただいて印象的なこうやり取りっていうの終わりでした？なんかもう常にずっと褒めてくれてるので常に気持ちが彼にその賛辞をいただくとやる気になれたんで、すごく褒めて伸ばす先生のような感じで。それはもう作品をご覧になって、わすごいとか、これはいいねとか、そうですね、そういうやり取りですか、うん、常になんかいい言葉ばかり言ってくださったような気がします。例えばとか覚えていらっしゃいます？どういうふうに、ね、でもすごく印象的に残ってるのが、リンコの写真っていうのは 1+1 は3になるねって言われたんですよね。1枚ずつの写真で終わっているんじゃなくて、いろんな写真を同列に配置することによって、それが2じゃなくて3にも4にもなって、全然違った意味になってくるっていう、いい意味でその
っしゃっていただいたのを覚えてますね。あ、すごいいい言葉ですね、はい、やっぱりこう川内さんの写真拝見してるとなんかこう自分がどこかで体験したかもしれない記憶のようなものがこう喚起されるというか、うん、見ていない風景もなんかそういう意識になるんですよね、うん、で今こう 1+1 が3っていう話を聞いて思ったんですけど自分の中で増幅していく、はい、なんかその時の思いだったり、うん、こう感動したことだったりなんかなので今エルベさんの話でちょっとハッとしました、うんうん、なんかそうですね自分のことに置き換えて見てもらえたというか、うん、なんか懐かしい感じがするとかそういったこともおっしゃってました。ちょっと今回の展覧会に絡めての質問にちょっと少し変わるんですけれども、はい、川内さんが2001年ですか、うたた寝のシリーズ発表されていらっしゃって、はい、でその時に確かカルティエの皆さんとお話になったのかうたた寝とはどういう意味かっていうのをお話しされたっていうのが、うんはい、ベアトリスさんが振り返られて述べていらっしゃるんですけど、はい、横尾さんも夢や記憶がこう交差するように作品を描かれている、うんはい、その横尾さんの作品について川内さんはどういうふうに思われるのかなというのは、うん、これカルティエの皆さんとカルティエ現代美術財団の皆さんととても興味を持って今日ぜひお聞きしたいと思ったところなんです、はいうん、そうですね自分の一番最初の作品集がうたた寝というタイトルでそれは本当に無意識と意識の狭間だったりとかいろんなもの、での中間地点っていう意味でのメタファーとしてタイトルを付けさせていただいたんですが自分の中でその無意識っていうのをすごく大事にしていてなぜかわからないけどあそこに行って撮りたいとかなんか自分でもちょっとよくわからないけどあれを撮ってみたいとかなんかそういったものの初期衝動直感っていうものにまず従ってみるっていうところからいつも制作がスタートするんですけどそれでだんだんこういろんなところで撮影を重ねて、まあ、家にもそれを持ち帰ってそれを見直すたびに自分はそれが見たかったのかっていうのをこう被写体から見せてもらう自分が撮った作品から見せてもらうことができてだんだんこう自分の今の意識と無意識のすり合わせというかそういったものが重なっていって最終的に一つの作品ができるんですけどさっき横尾先生 の映像のインタビュー見てて思ったのがやっぱ完成はしないっていうふうにおっしゃっていてそれは本当に自分もいつもそう思っているんですがただ一区切りするために一つ一回まとめてみるっていうかそうしないとこう一回区切りをつけないとまた次にこう行きづらいっていうのがあるので完成というよりは一区切りっていう感じで発表させていただくっていう感じでやってますね、はい、今ね横尾さん の横尾さんがお使いになる未完、はい、常にこう進んでいる、うん、その継続の中でこう制作に向かっているっていうお話を挙げていただきましたけど、はい、他に、ね、この横尾さん の、まあ、描く姿勢なのか、うん、作品なのかあと共感なさるところ、はい、もし終わりでしたらそうですね、以前本で読ませていただいたんですけど横尾さんはやっぱり直感をすごく大事にされる夢を見て絵を描かれるとか、うん、なんかそういったことにすごく勝手ながらシンパシーを感じていて自分も なるべくそのこう自由に自分の意識を自由にさせていたいっていうのがあるので、うん、直感がまずこう導いてくれるというかなんかそうじゃなくて自分で頭で考えちゃった方向に行くとちょっとずれちゃうんですよね。だからその自分が常にこうそういうふうにできるようにちょっとふわっとガチガチにならないようにしようっていうことはすごく気をつけていて、まあ、そういった時に横尾さんの本を読んだ時にすごく励まされた記憶がありますね。若い時に読んだんですけどそういうふうなやり方でやっぱりいいんだなっていうふうに思わせていただけたことはありますね。横尾さんにはお会いになったことって終わりですか？先月初めてお会いできて。あ、そうですか、はい、雑誌の取材で私がポートレートを描いていただいたご縁もあるのでよかったら逆に
横尾さんを撮影しませんかっていうふうにそんな依頼をいただいたのでアトリエにお邪魔して、はい、初めてお会いしました。そうですか、はい、その話ぜひお聞かせください。本当に私もずっと尊敬するアーティストだったので本当緊張していったんですけども、本当に想像以上にチャーミングな方っていうか、その言葉が失礼かもしれないんですけど、本当に素敵でチャーミングだなっていう印象を受けましたね。全然こう垣根がないというか、うん、自然体っていう言葉も難しいんですけど、なんか、うん、すごい自分の中で素敵だなっていう印象でしたね。うまく言えないんですけど、実際お会いできてやっぱり何だろう、言葉にできないんですけど、すごくいい経験になったなと思いますね。実際にお会いできたっていうことはやっぱりなんかちょっとギフトな感じでした。素敵です、素敵です、はい、やはりこの引き続きね、この新型ウイルスのパンデミック、はい、まあ、これ世界的に続いてますけれども、はい、まあ、去年から今年この状況の中で何かこう特に考えていらっしゃること、あと作品の制作ももうこの状況で少しこう制作の在り方というんでしょうか、はい、何か変わられたことっていうのもおありなんでしょうか。そうですね、だんだん最近の自分の傾向として結構いろんな場所に出向いて大自然を撮ったりだとか、そういった被写体に惹かれることがありまして、海外での撮影も増えてたんですけども、それがちょっと行けなくなったっていうのは一番大きいですよね。あとやっぱり展示も全然できなくなったので、まあ、展示撮影含め海外に行くことが本当に多かったのがパッタリなくなったことが一番大きくて、まあ、でも皆さんおっしゃることですけど、逆にまた自分の内側を見つめ直すきっかけにもなったりだとか、まあ、子供がちょっと小さいのでまあ、一緒に過ごせる時間もできたっていうのもあるし、全然自分個人にとってはこれをきっかけにいろいろできることもあるかなとは思っています。少し作品についてもお聞きしてもいいですか、はい、特にこう人を捉える時のさっき横尾さんのね、はい、ポートレートを写真でお撮りになったというお話も伺いましたけれども、身近な方に対する向き合い方だったり、はい、あと身の回りの動物だったり、うん、ツバメですよね、うんうん、最近お撮りになってたのは、はい、なんかその時のこうすごく言語化難しいかもしれないですとか、うん、こうカメラを持たれていないここにいる状態で、はい、少しその、まあ、客観的に、うん、何かご説明していただけることができるのであれば、はい、なんかちょっとすごく知りたいところであります。ポートレートですよね、本当に難しいんですよねポートレート、やっぱりその人それぞれの持っているものがたくさんあってですね、ただ比較的子供とかは撮りやすいなっていう自分の中ではあって、より動物に近いというか、なんだろう、予測不能な動きをするものというか、なんかそういったものに惹かれやすいんですよね。まあ、もともと動物とか虫とか被写体に選ぶことも多いんですけど、やっぱり移ろいゆくものっていうのにすごく惹かれるんですよね。で、子供っていうのは成長も早いですし、まあ、本当あっという間に顔形がね変わって大きくなっていくっていう意味では非常にこう移ろいゆきやすい被写体というか、なおかつ自分のルールが通用しないっていうところにすごく惹かれるというか、なので個人的な作品としてはポートレートってあんまり撮影してないんですよね。実はその家族だったり身近な娘だったりっていうのはよく撮ってるんですけど、まあ、あとは依頼の仕事でポートレートで俳優さんだったりとか有名なアーティストだったりとか撮影させていただくことはあるんですけど、個人的な作品集っていう意味では自分の中ですごくハードルが高くて、
でも今回この展示を見て、あ、すごくなんかいいなと思って自分の中ですごくインスパイアされました。それぞれが全然なんか違う絵ですよね。本当に当たり前なんですけど、一人の人間ってやっぱり宇宙なんだなっていうのをすごくこう第一印象がそうだったので、なんか先ほどちょっとお話伺ったら、この星座 の, イメージでそれぞれが星のような役割、そうですね、っていうような、まあ意図があったっていうのを聞いて、展示の意図、構成の意図がすごく納得というか、それが伝わってきたから、自分もそういった宇宙を感じたのかなって思います。ポートレートで奥が深いですね。深いですね。だから、大人とかを撮るのがすごく苦手だったんですけど、これを機にちょっと考えてみようかなと思いました。最近驚いたことですとか、はい、なんかすごい嬉しかったことってか、内さんどういうことが終わりですか。嬉しかったこと、驚いたこと、なんかいっぱいあるような気がするんだけど今改めて聞かれるとでも本当横尾さんに会ったのは本当に嬉しかったですね。そうなんですね、うん、で実際になんか書きやすかったよとか言われて、なんか単純に嬉しかったです。本当に長年ずっと若い時から尊敬しているアーティストだったので、うん、なんか本当自分のポートレートを描いていただいたことはなんかご褒美みたいに思っていて、でもこれだとなんかあれですかね、締めすぎるなんかその時に黄色の背景のこととか、ね、聞かれなかったんですね。そうですね、聞けばよかった今考えて、なんか緊張しててあんまり聞けなかったです。あとは何かな、つい昨日のことぐらいなんですけど、急に寒くなったじゃないですか。寒くなってうちで栽培してる椎茸がいきなりニョキニョキ出てきてそれを間引いたんですけど、間引いたすごく小さい椎茸がすごく美味しくて、間引いた椎茸って普通あんまり売ってないから作った特権だよねって夫と言いながら食べたのが嬉しかったすごい今川内さんのご家庭のご自宅の風景が浮かんできました。昨日のことぐらいしか思い出せない。でもすごいその気温がね下がってっていう、そうですね、うん、急に下がって、なんかもうますますこの年を重ねると、なんだろう、季節に沿った食べ物とか旬の食べ物をいただくことにすごく感謝が芽生えますね。その時々で、あ、やっぱりちょっと寒くなったら急にそうめんがいらなくなるなとかなんかもうそのちょっとした小さな変化を楽しめることがありがたいなと思ってます